田上投手っていうのが、自分自身もよくバッテリーを組んでいた田上さんの甥っ子なんですよね。話によると、ね、だから田上さんが甥っ子に、お前絶対ピッチャーやれよって言って、夏直前ぐらいまで外野手とかそんなんですよね、ちょろっと投げたらいきなり150キロ超えたんですよね確か。で、そのままドラフトかかるというね、ちょっと異色のピッチャーなんですけど、ピッチャー経験5ヶ月とかでドラフトかかってるってことですか。そうそうそうですよ、とんでもない素材なんですよね。